こんにちは。今日は少し前に画像生成 AI の世界で起きた重要な出来事についてお話しします。それは有名なステーブルディフュージョン用のモデルシリーズであるブレイクドメインシリーズの公開が突如として停止されたことです。これらのニュースは AI コミュニティにそれなりに大きな衝撃を与えました。そしてこの公開停止の背後にはアスカテストまたはアスカチャレンジと呼ばれているものがあります。なお海外だとハローアスカと呼ばれているようです。アスカという名前を聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？そう、このアスカとはアニメ新世紀エヴァンゲリオンの登場人物、あのアスカ・ラングレーのことです。しかしなぜ突如としてアニメのキャラクターが AI の話題に絡んでくるのでしょうか？そしてこのアスカテストがブレイクドメインシリーズの公開停止とどう関連しているのでしょうか？今回は NAI リークモデルが画像生成 AI 界隈で大きな関心を持たれていることについてお話しします。画像生成を行っている方であれば誰しもが関係ある話題となりますので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。まず皆さんが知りたいであろうブレイクドメインシリーズの公開停止の理由について詳しく説明します。この公開停止の背後にはアスカテストと呼ばれる特定のテストが関係しています。このテストによりブレイクドメインシリーズのモデルが違法にリークされたとされる AI モデルノベル AI のデータと非常に近い出力を行うことが確認されたのです。なおこのアスカテスト自体はノベル AI リークモデルかどうかの有無を保証するものではないことに気をつけてください。ちょっとした追加学習などを行うことにより結果を意図的に変えることは可能なようです。あくまで参考程度に利用されるテスト手法であるようです。そもそもアスカテストとは何なのかという疑問が浮かぶかもしれません。これは特定のプロンプト設定で画像生成を行い、その結果をノベル AI の結果と比較するテストとなります。そもそもノベル AI の結果となぜ比較する必要があるのかという疑問が浮かんでくるかと思いますが、実はノベル AI のモデルは2022年10月そのサービスを公開した同月に開発元のアンラタンの GitHub リポジトリが不正アクセスを受け、ノベル AI のものとみられる AI モデルが流出したと言われています。実際にその時期から流出したノベル AI のものではないかと思われる AI モデルが流出し始め、この流出したノベル AI のモデルデータが NAI リークモデルと呼ばれます。話は変わり、現在ステーブルディフュージョン用のモデルとして公開されているものの多くはマージモデルと呼ばれるものです。例えば以前こちらのチャンネルでも紹介しているブレーシングエボミックスはオープンブラーやドリームシャーパーなど複数のモデルがマージされて作成されています。このようにマージモデルは複数のモデルをマージされて作られ、さらにそのモデルが別のモデルのマージ元になりという形でどんどん枝分かれしていきます。その様子はまるで大きな家系図のようにも見えますが、もしその家系図のどこかに NAI リークモデルが混じっていたとしたらどうでしょうか。 NAI リークモデルの要素が後世にも静かに受け継がれていくことになります。ブレイクドメインシリーズの作者は NAI リークモデルそのものや NAI リークモデルが含まれるとされるモデルを直接マージしていないとされています。しかし多数のマージを繰り返す過程でNAI リークモデルが何らかの形で混入した可能性を推測しています。そこでモデルの中に NAI リークモデルの痕跡があるかどうかを調べるためにアスカテストを実施し、今回の公開停止へとなりました。この設定を使って生成した画像がノベル AI の特定の設定で生成した画像に非常に近い場合、そのモデルにはノベル AI の要素が混入している可能性が高まります。なおこのアスカテストでは2つほど判定の基準となる内容が存在しています。それは足の一部が赤いことと椅子の左足根元から黄色いタオルが垂れていることです。これらの特徴が出力画像に含まれている場合、それはモデルがノベル AI のリークデータを含んでいる可能性が高いとされているようです。ここまではアスカテストについて説明していきましたが、このテストは分かりやすい反面正確性にも欠けます。そもそも画像が似ているだけで NAI リークモデルだと結論付けることは難しいと思われます。モデルがどのように作られているか、
モデルファイルを解析して調べることは不可能ですし、先ほども話したように意図的な追加学習を行うことでアスカテストの結果を改変することも可能なようです。ではなぜここまで事態が大きくなったのかというと、ノベル AI 側が公式の見解としてリークモデルを見かけた場合に法的措置を取る可能性についても言及したためです。これはあるツイートに対する返信の中で言及された内容であるため、公式のリリースとしては出されていません。しかし公式側の意見として法的措置が出てきたために、モデル制作者側も対応を迫られる事態になってしまったというのは想像に難くありません。実際ブレイクドメインの作者の方も、全くの同一の生成物ではない以上たまたま似通っただけということも考えられるという発言をしています。そしてブレイクドメインを使って生成される方々にはリスクはないと思われるという発言もしています。ですがその一方で、モデルの公開を続けるにはそれなりのリスクがあると考え、今回の公開停止に踏み切ったというふうに発言されています。今回は NAI リークモデルを判定する一つの手法としてアスカテストというものについて紹介しました。今回のブレイクドメインシリーズの公開停止は、画像生成 AI の世界におけるモデル生成の難しさについて浮き彫りにした形になるかと思います。我々が普段から素敵な画像を生成できている裏には、 NAI リークモデルの存在に対していかにうまく対応しながらモデルを作成されている方の努力があるという事実があることを忘れないでいきたいですね。またブレイクドメインの作者の方は、ブレイブダウン W07 という SD1.5 モデルをベースに追加学習とマージを行ったモデルを新たに公開されました。マージ元のモデルに NAI リークが含まれているかは不明なため、 NAI リークフリーとは宣言しないとのことですが、 NAI リークに関する一連の流れを踏まえて新たに作成されたモデルということで、今後も応援していきたいモデルとなりそうです。今回の動画は以上となります。この動画が役に立ったと思われた方は、チャンネル登録やいいねをしていただけると嬉しいです。それではまた。ご視聴ありがとうございました。